羽田空港で飛行機同士が接触しました。国土交通省、航空局などが状況を確認しています。空港の滑走路を映すカメラには、滑走路に停まった対国際航空とみられる機体の羽根部分が損傷しているような様子が確認できます。国交省、羽田空港事務所などによりますと、 飛行機同士が接触したという情報があり確認中ということです今のところけが人などの情報は入っていません警察には接触事故という通報がありました全日空によりますと国交省から滑走路の一部の運用を停止していると連絡があったとのことです